配信前一瞬止まっちゃったかな大丈夫かな充電してるはずない充電がみたいなの言われて、ちょっとおよってなった。よいしょ。おいちおいち。いいな、おいちおいち。早く飲みたい。そういえば、久しぶりにサン起動してバトルツリーやったけど、ダブルクソめんどいな <laughs>。めんどいか。いいな、そう言われたら、そのままちょっと久々に。 頭はムーン派なんですよそうウルトラウルトラの方もムーン買いましたもんそんなあなたに贅沢渋しぼりのりんごおすすめしたい贅沢渋しぼりってりんごじゃないアルコール強くないっけわかんない強くないっけそうでもないっけこれはジュースジュース系がいいんですよジュースあそうなりんごはジュー沢渋いしぼりリりんごジュースなの そし飲めるか <laughs> 味も匂いも無理匂いも無理なのか匂いじゃない味もあれまあでもうん気持ち分からなくもないからな早く花火おっかいの超絶パリピ写真あげたいんだけどいやそれ早くじゃあ携帯持ってこないと持ってこないじゃない戻ってこないとそれはできん四 <laughs> パンのだっけ四パンだっけせやで そっか贅沢絞りはアルコール感なくておいしいあそうなのじゃあ今度朝さマも買ってみようかな買ってみよう今朝さの冷蔵庫はあれですほろ酔い二3本とハイネケンが2本ぐらいポンポンって置いてある <laughs> 食か買ってみよう今度ウルートラはムーンだよグリーン倒してないから倒そうと思ってそういうことかなんか結構雑質雑雑画,画質落ちちゃったぽいそうでもないわかんないなんでも1 <laughs> 結果なんでも1それなちょっとわかるチューハイはほ本絞り娘本絞り本絞り あ、ごめんなさい。ミルクティーも同じ、ミルクティーは好きだな。ハイネケンストックとか、金持ちか。ハイネケンた。うーん、そうですか。全然金持ちではない。毎日、まま毎月カツカツだよ。<laughs> カツカツでもないけど、カツカツだよ。 次は贅沢りを浅間に捧げる <laughs> いやいやお手紙だけでいいですよお手紙だけで「XY の時からフリー対戦で使った子たち使って挑んでるけどタイプ偏りで負ける」うわそれわかる「朝間マは可愛いでやってるからね全然ね勝てないよ <laughs> 勝とうとしてないハイネケンとかレベル高いの。そうですかハイネケンはね唯一ビールで飲めるやつ そうビールで唯一飲める何品種品種種類ハイネケンなんかねスーパーでねビール飲めない人用のなんかビール割のなんかレシピみたいなのあってオレンジジュースとハイネケンが合うらしくってこないだ飲んだらなんかほぼほぼオレンジジュースでした <laughs> ほぼほぼオレンジジュースでも美味しかったそう でもビールすぐ顔真っ赤になるんですよね。苦手苦手。まだちょっと苦み感じるし。はあおいしい幸せとはなれん。メガ進化ありきの戦法やめるべきかな。うーん、どうなんですかね。メガ進化強い分は強いですけど。どうなんだろう。きょえ、今、職場でタピオカも扱ってて。ほう、両方あるの。 そうなんだタピオカ使っててすごいねいいねいいねって言いながらそんでも昨日そう昨日タピオカを久々になんか久々にコンビニじゃないタピオカちゃんとタピオカ屋さんのタピオカ飲んだ久々にタピアーってした何飲んだんだっけなあれだなんか俺を あの、オレオレクッキーのオレオオレオミルクタピオカみたいな,なんかそんな感じのやつめちゃくちゃ牛乳だった <laughs> ミルク本当にガチ牛乳すぎて味がそう調子こいて L サイズでっかいサイズ頼んだらねなんかねすっごいすっごいなんかほんとあの顔顔,顔全体ぐらいのねでっかいやつでね そうめちゃくちゃお腹いっぱいだっためちゃめちゃくちゃお腹タプタプになった贅沢しぼりと角瓶を捧げる <laughs> いや角瓶まだあるからあるよ角瓶あるよレベル1コイルしか勝たん定例とかよ <laughs> レベル1のコイル 全部美味しい、えー、そう言えるようになりたいなビビールの美味しさをわかわかるあの大人になりたいそう、ね、ビール飲めないできるへんまでもでおこちゃまでねって言われるからクソクソサンで手に入れたメガストーンもちようキプテラがエースだけどアンハンアンハンって言っちゃう <laughs> そういうねそういうい話するとポケモンしたくなるねあそうだうちメッチ書いてたんだよメッチそうだメっミミチを書こうっていう話でそう、ま、つりあるんだっけ今ここで止まってます <laughs> でもメチめちゃくちゃ簡単だった気がするすぐまっかいないしすぐ読みます知ってた知ってた <laughs> ツイートで知ってたタピアタピア 当然前に1回行かねえな,、ね、なんかタピオカ屋さんってなんかねそこまで朝間はめちゃくちゃ飲む人じゃないからあれですけど普通に普通に高いからねえ口ってどんな,なんだったっけ普通にこんなだっけえほっぺあった今めめっち書いてるんですよえ絶対こんなだったほっぺとかあったっけなんかぐるぐる巻きのほっぺのするけど絶対違うなブサイクになる。 <laughs> ビールとコーラのカクテルディ,ディーゼルのなんだけどこれも分かるへえー,ールさんこんばんざい <laughs> こんばんざいえでもそれはなんか飲めそうえでもどうなんだろう苦みが勝つのかなビールの種類にもよるかなこれめめっちめめっちは簡単だべわかんない ちっちゃい子い,たい <laughs> それなあいやまあでもそれが目的でしょめうわたまごっちとか懐かしいよく小学校で自由帳にめちゃくちゃ書いてたもん意味なくめちゃくちゃ書いてた X で育てたメガの特製のスカイスキンだよりのハイドロポンプを覚えさせた傍慢だ ボマンもポケモンゴーレンめちゃくちゃね進化させようで頑張ってる入れてダブルバトル地震避け潜してたら氷と岩が刺さりすぎるあ、それなそれはわかるシャンディガフな飲めるんちゃうシャンディガフね飲んだことないあれですよねジンジャーールだっけジンジャーールと割ってるんだよねわよよ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  ジジンジャーーエルとビールだったらワンチャん飲めるかもしれないどう,どうなんだ飲んだことないなそうだビールと割って飲めやすいなんかそういうやつカクテルカクテルビールみたいなねちょっと次の手紙たまごっち書いていいよじゃあ早く朝間予約で入って <laughs> 早く朝間予約で遊びに来てくれるの楽しみに待ってるから待ってて待っててじゃない早く来てね そうシャンディガフ今度はじゃちょっとコーラとジンジャーエール買って試してみよう今度は口パッチもかけるかいやたまごっちの最初のなんか五三家っぽいあの3匹はかけそううわでも覚えてない全然どんなだったっけうわこんなくちばししてたっけえっ体わかんない うわちょっと待って <laughs> えー、なんかくちばしとがってないくちばしがとがってないなにペンギンなっちゃった今くちッチち描きましたしかもなんか自信なくてすっごいちっちゃいえこんなないっけなんか 顔しょぼくないこんなだっけえ <laughs> えこんな年内どうかな年内どうなんですかねまだ来月の予定もワンマンぐらいしかよく分かってないからなあぜにはね高まるあと5日5日あと5日今日が1314か 18日目の位置なんかやばいえそんな嘘？こうやばいか18日かなでせよあと15人15人じゃんあと5日横向くとそんな感じえ正面口パチ正面ってどんなだえわかんない正面って難しくない いや正面描いたけどただのエリザベス <laughs> 適当すぎてやばいやばいな正面の口パチやばくない適当に描きすぎてなんかただただエリザベス。 顔面してたらマルフェから感想を求められてちょっと困ったからあらまあ <laughs> あらまあ出世は暑いからきついいやそれなーっていうのもあれですけどこないだめちゃくちゃ暑かったよねほんとまあ真夏だったからもうあるかもしれないけどねっ。 朝間的ビールと割ってどれが美味しいか配信やばただただなんか割り酔いする配信になりそう <laughs> ライブハウスは全部暑いよもう物販の場所はねメンバー戻った後だからなかなかすごい暑いね今のチョレさん見てそうなのバンダイにお返れそうねこれはやばいねツイッター後にのっきよとか思ったけどやめとこさすがに載せられん オタクの湿気で雲できて汚い雨が降るかと思ったそんなそれバンダイジャパン <laughs> ゴロゴロがいいだけそれはえー、待って難関難関名前忘れちゃったマメッチ結構難関じゃないいやほんと あんんなななににガチ勢だったのになうわわかんないしかもさなんか見た目めちゃくちゃさなんだっけ見た目めちゃくちゃあのー、豆っちっぽい感じのもっとなんか胴体もちょっとふっくらしてる何ウサギみたいな見た目のいたよね。 ちとか簡単もうえ覚えてないなんかマメっちの目ってどんなだったっけ横えこんな不細工ええ待って待って目描こうと思ったらめちゃくちゃ怖い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 えマメっちの目ってどんなしてたうさみみっちそのまんまえそんな名前だったっけ え待って今耳っちここまで進んでるんですけどみっちでしたごめんなさいみっちかえでもそのままだないやここまで行ってんだけど全然思い出せないえ怖くない電源落ちたわうワオおかえりえっかけんそして体が全然思い出せん づっちりそれはあれだなそれはあれだななんだっけ整えましたの人だよね <laughs> あれなんだっけえ目確かこんな感じのだったよね待って待ってただ今白目向いてるやばいたまごっちにしかならんなんだっけあとなんかこういうさなんか言ったよねこのこのわかるこのツインツインのクルンクルンの。 何なんかすごいメメッチと争ってたキャラクターなんだっけあ、そうマキコ <laughs> 懐かしいそうそうなんだっけ待って、このマメっちが全然わからないなんでこんなしてんだよ本当に <laughs> すごいね懐かしい ストイコビッチ。んストイコビッチ。わかんない。今、リプしたわ嬉しいけど、待って、見れん <laughs> ど。見れんな。見れないな。あとで見るね。そっか。天才かよ。いや、本当に天才かよ。待って、マメっちの目ってどんなだったっけ目、普段開いてないんだっけ細めな子だったっけちょっとググりますね。もしかしか コメントとか見れんやつあるかもしれないけどたまごっちえー、ええちょっとおめめ「もしだったら綺麗に書けるからもし <laughs> だったら綺麗に書けるからむずいな懐かしいたまごっちは追い込めっ子たちの世代でも寝そうですね めちゃくちゃゃくだから多分浅間「あさま」「あま」すごい全盛期だったと思う赤玉とかなんかあの何ドットの絵柄が全部赤い字のたまごっちとか出,た出てた時とかって「あわっちはラーメン食べまへ <laughs> でもなんか「あわっち」みたいな名前のいたよなあと「特攻」とかの メガリザードン・ワイかとかとガチゴラスとツララちゃんだから岩に弱すぎるあーそれは岩系には弱いかもしれん,んえ懐かしいたまごっちやばいなたまごっちやばい またまごっちって調べたら普通にたまごっちしか出会うんのかわあすごい懐かしいえっ <laughs> ユニクロととコラボしててっっちか謎に持るそうなの今ね朝も調べててねたまごっちとイーブイがコラボしてるっていうのにね今すごい初めてしてびっくりしたえ,え見えるかな画面わかりますこれすごくないたまごっちの行列すごかったねめちゃくちゃ一世風靡してましたよね えこんなん売ってたんだ初めて知ったすごいめちゃくちゃかわいいじゃん <laughs> えー、初めて知ったイーブイのやつうわ懐かしいたまごっちキャラクターキャラクター ウィーブー何でもコラボするやんさすが進化先豊富いや本当にそれすごいよねああマメっちってこんなか全然耳こんなんじゃないじゃん <laughs> うちらはドラクエ並んだ世代そっかじゃあ浅間はほんとポケモンポケモンでも浅間のお兄ちゃん世代かな 今かなポケモンたまごっちあとあとんだろうそこらへんかめちゃくちゃすごかったのうわ懐かしいもう知らないなんかたまごっちそんな、えっとそんなんじゃない 久々にしたくなるなああ,あフラワーチとかおったなあ <laughs> アズニャンはあれだろラブベリー制そうそうそうさあの初初めてレベルなのカードのねゲーセンのラなんだっけ虫キングとラブベリーのそう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 ラブベリーめちゃくちゃやってましたよ いや本当に今考えるとあれめちゃくちゃお金費やしてたなーっていや大人になると分かるそのねお金の費用費用さ親に申し訳なさが今すごいあるけどすごいよねでもめちゃくちゃやってたなーそう考えるとその横で虫キングやったね虫キングは全然分からんかったなんかじゃんけんのやつですよね じゃんけんなんかそうそうそう,そうあれはなんなんだっけじゃんけん買ったらいいんだっけああえっでも口パッチとめメ,メッチに関してはちょっと惜しくないですかめメ,メッチは目ん中キラキラしてたらいいんだ口パッチでもニアピンだよあほっぺがあるのか口パッチこうしてればよかったのかな いや、マメっは全然ダメだ。マメっめちゃくちゃブスだった。ポケモンバトリオもやってたな。あー、懐かしい。ラブベリー DS 版はうち持ってなかったな。めちゃそうやそこはやってなかった。ちょっと悔しいから。 マメっチはか,かけるようにしよう。模写でれ書こう。顔の輪郭よ。むずいな。意外とお耳そんなあれなんだな。角くばってなかったのね。飛ばすな様、ああごめんごめん。<laughs> ごめんごめん。ナットレイナットレイナットレイ持ってたかな様。可愛くないじゃん。 ハハハたかなそういえばね携帯をねもう一個の方のあの使ってないえー、この豆っちの目ってめちゃくちゃ可愛く描けないんだけどややブスだえこ怖だめだ見せられないぐらいブスだ描けん苦手でした えー、ちょっとしたくなっちゃったたまごっち <laughs> 懐かしいこないだ大量のラブベイーのカード出てきてネット売リサばバやってたえ今でもあれって売れるの朝さま分実家帰ったらめちゃくちゃ出てくると思うよ <laughs> 本当に出てくると思うあとほんと初代の方のポケモンカードめちゃくちゃなんか こんこんぐらい分厚いぐらいねあの持ってたんですよそうえ夏、ー、いなうん <laughs> あ俺は好きだそのデザイン、えー、うーん <laughs> うーんこっちのマクドナルドが24時までになるんやわおなんてこったマクドナルドはいつでも24時間であってほしいバトリオは朝ままやってなかったなでもなんかああいうなな何て言うんだっけ時々それこそマックとかああいう なんだそういう付録になる時のやつとかは持ってた気がする「卵卵卵たまごたまごっち」「タラタタタラタ」っていうなんか何だっけもう歌詞忘れちゃった「タンタカタタタあ分かんないだっけ「たまごたまごたまごっち」「みんな大好き」 あれこれだっけなんかミッフィーの歌が出てくる。ミフィーかわいいウサちゃん。<laughs> あっちが出てくるいやー、ショックでカレーと丼物しか食べれないわ。えー、そこは食べておくべきだよ、マクドナルド。パワーウィップがあんだけ似合うポケモンもいないだろう。え、それはそう。俺の好きなポケモンはギャラドス。ギャラドス。ギャラドスか。ギャラドスかっこいいね。かっこいいかっこいい。 うん <laughs> 懐かしいあと何流行ってたかなわーわーわー <laughs> わーわー その歌がさっきのあれにつながるのだそういうことか <laughs> そういうことかさっきのあれたまごっちの歌はバンザイジャパンメンバーの妹さんが関わっててするからどれきるそうなんですかほう くんないすへえ1戦目から氷パリンボコボコにされて泣いてる <laughs> それはどんまいやええそんな飯てる予告予告だったんかーいえあめちゃくちゃ コメント反映されてなかった僕はお姉さんの名前出しちゃったけどほん幼少期から大名になることを強いられていったのか <laughs> そういうことなのかへえでもすごい懐かしいな 小学校あと何流行ってたかな朝土日の朝何見てたかなプリキュア始まったじゃないですかプリキュアでも555までだったなファ <laughs> イブフ555まで,でプリキュア見てたあと何見てたかなめちゃくちゃあれだったなあの 平日の今ー、e、テレのあの教育テレビの6時半からやるあのー、なんていうんだっけ天才テレビくん天才テレビくんせ世何全盛期の世代でしたねめちゃくちゃ見てた見てたしなんか なんか小学校訪問してするなんかミニゲームみたいなのがあったんですよ毎回誰かしら一人タレントさんが来るそういうゲームがあったんですけどあれにうちの小学校で友達がエントリーしてて行ってたなんそのなんか収録を見学してたなっていう記憶がある「俺のうちれちゃん目覚めるパワーほのー」 だから雪目のこと鬼氷くらい煮立てよ煮立てよいやそういうなんかうわ懐かしいゲームしたい今めちゃくちゃゲームしたい <laughs> 群馬の小学校の運動会って赤組とかじゃなくて山の名前で戦うみたいそうですよ山の名前です浅間まんところはね4つの組に組団 組ってなないんですよ団なんでですすよよ団だからあの「浅間団っていうんですけどあの浅間のねファンになってくれたあの愛称を「浅間か,っ,こかりって言ってるんですけどそう,そうそうそうちなみに浅間の名前の「浅間」は入ってなかったんですけど浅間の小学校は赤城山から赤城団春名山からん春名さ山か。 春さんからはるなだんみさんから妙義うあとみかぼみかぼやまみかぼ山っていうところからみかぼ団っていうこの4つでやってましたそう懐かしいそうビットワールド派なので金曜日好きでしたうわビットおでんくんだおでんくんおでんくんってやつでしょ <laughs> ビットワールド懐かしい あーじんんこんばんざい平さんこんばんざーいどうもどうも朝さまっんてのもしっかりくるあ本当ですえそう言ってもらえるとねそう一緒にあの皆さんと考えた甲斐があったとすごい嬉しいね実はも,もう推薦で一緒に考え一緒に考えたって言いながら推薦で名前出してもらっただけなんですけどまぶたがかい特攻特防二波が超えてるから全然食らわないし メザマ、メザパドシャドーボールしてしたいや、もそこまで、なんかそ、なんかバトル、バトルガチ勢じゃないから,そらかい <laughs> そ、そこらへんはよくわかんない。そうそこらへんまでね、よく理解してない。ちゃんとプロフィーダウンって入れといたからねわ。わありがとうやったありがとうツナちゃん、フィッチ技でも強すぎ、愛してる。育ててる甲斐がありますな、それは。 プロフにに地味に入れてたそうもうね言ってすぐ確認した皆さんのプロフィールをすぐって言うの前だけど <laughs> そうもう入ってると感動した嬉しいよそうプロフに空きがなくてないやでもちょっとでもその要素が入ってるのはめちゃくちゃ嬉しい赤城の山もこういう限り かーの赤城山や、ね、知ってるえ、いや全然そ、そな、時代、時代劇系ですか全然そういうの分かんなかった。そ、そんな初めて知ったレベルかもしれん。え、ちょっと後で検索、今しよう。段しか入らなかった。え、でも入ったら、入るだけよ、よ、よき、よき。赤城山も、よい鍵。お、出てくる。 そりゃそうか <laughs>。そりゃそうか。国定忠止。時代。劇系ですね。ウィキペディア。めちゃくちゃ昔、めちゃくちゃ昔って言い方だけど。縄文カート読めない、と軍まで締め上げられるって、マジっすか <laughs>。 でもそんなん言ったらさも多分今めちゃくちゃふ染み上げられるすよ染み何ですよって言っちゃったんだろ染み上げられると思うお前ら忘れんだよみたいないそんなんじゃないんだろうけど世界には気持ちが近いぜよってセリフしてそれはね知ってますそれはもちろん知ってますそれはいいですよね坂本龍馬だよねもう今多分ぐー ジョーマンカルタ多分ね読み始めたら覚えるんだろうけどね全然覚えてないよあっおうお <laughs> ベスパンおフフフこんばんフフい <laughs> もう挨拶がおうおおってやばいな 2, 2戦目も交流パなんだけどいじめかそれはいじめかもしれないストレッチに沈みよう <laughs> 頑張れ お前はまだ群馬を知らない読み始めてから震えが止まらないいやもうあれはね過剰あれはあれで過剰すぎけどなんか言ってることはそう,そうなんだよなってなるそう待って今ほよよよよよ国佐田忠次本名は長岡 長州から信州一帯で活動し演劇の大祭いい本当だ群馬の山も今宵い限りかの名門家は有名であるほう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 って言いながらいやなんか歴史 漢字多すぎて読むのが精一杯ちょっと後で勉強しますねめちゃくちゃ漢字が多すぎて頭にすんなり入ってこやん <laughs> 人狂者今で言うはははははあ,はあ,、はあ、あそういう人なのね群馬の前なんで。 ほうほうほうちょっと感情すぎてちょっと一瞬で読んであの全然内容が把握できないさそうだけどなんかすごい浅間の実家辺りとすごいゆかりがありそうだなっていうのはねめちゃくちゃ見てて思,う思ったっていうかうん。 うてっていうのもあるんですけど、マは結構ねあのあれあれ好きなんですよ。歌舞伎 <laughs> こう見えてっていうのもどう見えてるかわからないんですけどもともとあの役者を目指そうと思ってた急に話がコロって変わるんですけどあの役者を目指そうと思ってた理由理由きっかけが歌舞伎が好きだったんですよ。でも歌舞伎って あの男性だけじゃないですか。かといってその宝塚に入れるような身長を持ち合わせてないのでそうで結果的にあ役者になろうみたいな感じだったんですけどそ,うそこから舞台が憧れてっていうきっかけなんですけどね歌舞伎。へー意外と知らないのがいっぱい,いで。 ちょっと後で映画があるんだね映画がなんか結構いっぱいあるからちょっと気になりますね、えー、やっぱノンフィクションじゃん怖っ <laughs> そんなノンフィクションだろうけどねちょっともり話モリモリだから全然そこまで怖くないよほんとおじいちゃんおばあちゃんいっぱいなおまちだから ただただちょっと若者系はねあ,あなんかなアディダス系って言えばわかるからなんかああいう系がいっぱいだねあのそうやん,ちゃやんちゃ坊主多いからそういう系な格好してる人たち多い <laughs> そうダブルの吹雪はダメそれはダメ早く ゆうみさんと浅間は通所取りたいわい,いそれはもう普通に浅間はゆう美さんと通称取りたい僕もワニくのプロフのマネしてみたあ本当ですかじゃちょっと後で見てみようそういえば地域特典でもらったクッキー食べて美味しかったよありがとうあーよかったです美味しかったなよかったあなかなかシビのねシビーシビのですよそう結構 結構歌舞伎好き何だ川崎と変わらんのか川崎川崎そんななの分からんけどそう「晩はあずあずああそういうことアディダス男子ってことそう「こんばんは TAT さんこんばんは。い」そう「適得点」はねもういつでも。 朝,朝間が忘れない限りいつでも用意してるんでチェキ取ってくれたら何かしら群馬のお菓子を渡してるのでぜひぜひまたまたお菓子目当てでっていうのもあれですけど <laughs> よかったら様と取ってくださいそう, <laughs> そうなんです歌舞伎式き 今何時だろう。